どうもこんにちは宣伝部長のです今日は週刊誌印象操作のテクニックということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで最近はですね松本さんであるとかサッカー日本代表の伊藤さんとかねまあ週刊誌法ですよね。まあ食らって大変なことになってるわけなんですがまあそこに書いてある審議は一旦置いといてですねなんかその仮にね 本当のことだったとしてもやっぱり本当のことをよりこう大きく伝えたいっていうところがやっぱりメディアとしてはあってだから本来の本筋のところはあっていたとしても真実だったとしてもそれを描く時にまあいやらしく膨らますみたいなことはあると思うんですよね。でその膨らし方とか膨らます量ですよね。そっちの方がでかくなったらそれは虚偽だろうみたいな話がありまして、まあ、今回はですね えと先日ですね「フライデー法」ですね松本さんに対してドーンと放たれてましたと。でそれはもう松本さんの上に女性が乗ってるようなねまあ今までまあそもそも最初事実無根って言ったのが良くないんですけどやっぱりこういうパーティーやってるやんけーみたいなまあツッコミだったわけででまあそれが今まで文春が報じてきたことのまあ ある種証拠みたたいなな形にっってしまったんでよね文春さんとしてはやっぱり写真メインではなくてまあ内容っていうのかなやっぱり衝撃的な事実ベースでやってきてで一方でフライデーさんといえばきれいな写真を撮るみたいなところがあるんでまあ写真でドーンと刺してきたっていうところがあってその合わせ技でね、まあ、さらに松本さんが追い詰められるっていう状況になったんですけど。 で,でその中のあの写真はね別にねまあ合成の噂とかも出たんですけどまああれは多分本物でしょうと。でそれあれは本物らしいんですけどただあれの描き方描き方がちょっとあまりにも事実と違いますよっていうことを、まあ、そこに参加された後輩芸人さんが反論されてるので、まあ、証拠のラインを示しつつだったんでねそこをご紹介しつつ、えー、まとめてお話をしていきたいというふうに思います。 はい。というわけで、こちらはですね、えっ、ー、と、クロスバー直撃の渡辺センスさん。 ですね、でご自身のチャンネルの中で今回の出来事についていろいろ話をされていて、まあ、芸人さんだからねちょっとね真面目に語ってるのが本当にかわいそうな気はしたんですけど、まあ、いずれにしてもですね、えっとまあ、本来ねお笑いとってなんぼみたいな感じだと思うんですけどねたださすがに黙ってられないっていうことで、まあ、当然、まあ、こういうことを語りたくはないんでしょうが、えっと、事実あったことを LINE を紹介しながら自分の記憶をもとにいろいろ話をされてると。 いいう感じでございましたはいはいというわけでえっとチャンネルの中においてご自身がねえー、っと否定したいことがまあ、大体、まあ、7つぐらいですかね足りなければ私の方であってのも補足はしますが。 なんかあの要するにねその写真確認みたいなですねまあ要するに「フライデー」の趣旨としては渡辺先生さんが松本さんに献上するために女性の吟味をした上でそして女性にまあやれることも含,含めた上で紹介して献上したみたいなね。 いうようよなことが描かれていていでなおかつその紹介した子が自宅に帰った後に呼ばもう一回呼ばれてねでそこでなんか上に乗った写真を撮りましたみたいなことになってるわけなんですけどまあそのいわゆるそういうね松本さんと,との飲み会があったのも本当だけれどもあるいはあの写真もおそらく本物なんだろうけどただあまりにもちょっとこう描き方とか嘘が多いという話をされてました。 で,でそしてですねまずそのなんかこうねまあ要するに紹介する女性の写真なんかもらってないし、まあ、その前にね、えー、と居酒屋行ったって記述があるけどそれもないとで、必ずできる子を呼んでほしいとも言ってないしでえっ、ー、と栄子さんは帰宅したみたいな記述があるんですけどねそれはなくてご自身のお家に連れてったとでそしてえっとさらにですね栄子さんはですね松本氏に再度呼び出されてっていうけど、まあ、そもそもそれ不可能じゃないかと。 いうことをおっっししゃってましたた、ねまあ、ご自身のお家に来たんでね、はい、であと、まあ、その写真が意味不明でよくわかんないしそれから封筒をもらったみたいな、ね、記述もあるけど、まあ、これも、まあおなかまあ、描き方的に言うと、まあ、あお金をもらったみたいな記述に見えるけどそんなのもらったこと一度もないよっていうところですかね。はい、ということで、まあ、他にもたくさん否定したいところはあるらしいんですけど、まあ、逆に言うと。 本当のとこはどこかって言ってもらった方がひょっとしたら早いかもしれないですね。あの、飲み会は本当ですみたいなねあ。っていう話だと思うんですけど、まあ、とにかくこういうことを否定したと。で、えー、っとですね、ちょっと、まあ、一応整理するためにですね、2000、まあ、その、こう、飲み会があったのはね、2018年の。 10月13日にだから結構前なんでね、まあ、思い出すのも大変だったと思うんですが、まあ、リッツ・カールと大阪にてということで、まあ、おそらく松本さんが仕事で行った時に持、まあ、っていなす意味もあってみんなで飲み会しましょうとでそこにおそらくいつもの放送作家さんと,、えー、と田村健二さんと渡辺先生さんで,でそれプラス女性2人ですねで英子さんが、まあ、渡辺先生さんの友人でえー と住まわれているのが大阪じゃなくて大阪から新幹線の距離の他府県済みらしいです。でそして B 子さんというのは A 子さんが誘った友人ということで計6人で飲んでいたそうですと。で、えー、とそしてですねこの誘うにあたっての時系列なんですけど、まあ、9月29日に、まあ、LINE で、まあ、A 子さんを誘って10月13日に飲み会あるよ 来れるかみたいなことですよね。でおそらくですけどこれはもう13日に松本さん来るんで今のうちから準備しておこうってことなんでしょうね。ででおそらくでその後直前になってきたら場所と時間の確認があってだからこの頃には多分もうホテルが押さえてあったんですかね。はいでそして前日に、まあ、友達も連れてこれないかみたいなことですかね。 でこれについてはまあ推測になると思うんですけどまあ他にもねやっぱり芸人さんも、まあ、この最初からこの4人だった子どうかもわかんなくてで田村健さん自身もあの普通に女の子を連れてくるってことはあり得るわけでその中でちょっと俺の方が無理になったからなんとかならんかとか言われたかもしれないんですよね。最初からあのねやっぱり女性 友達連れてこれててないいかっうううふうに思うとしたらもっっと前で行ってますよねもうこの辺で少なくとも10月9日あるいはもっと前から言っていてもおかしくないんですけどだからまあ最初は多分一人で呼ぶ予定だったんでしょうねはいもしくはどうなのかな、うん、まあなそうなんでしょうねでえっ、ー、とそしてですね10月13日に、まあ、飲み会当日合流して飲み会とでセンス氏が仕事で遅れたんで2人で2人っていうか3人で遅れて合流と。 いうことですねでその後 B 子さんだけ残して A 子さんはまあセンス宅にまあ宿泊しましたということになるらしいんですよ。はい、でそうするとのこのフライデーが言ってるね B 子さん以外かえ返されるで A 子さん自宅へ帰ったと。 で、その後、英子さん、松本氏に、まあ、直接っていうんですかね、えー、と電話に出てあ、電話っていうかラインに出てみたら、松本さんだったっていうことで、で、まあ、とにかく呼び出されて、で、そこで写真撮ったみたいなね、いう話になっていて、もう結構ここでは、かなり、その、なんて言うんでしょうね、ずれてる <laughs> っていうところがありますと。はい。なので、まあ、おそらくですけど、まあ、あのー、 週刊誌的に言うと今文春が作り上げているロジックがありますよねあのいわゆるゼゲンシステムとかね、まあ、そこにやっぱり乗っけるようにストーリーを組み立ててっていう形で作っていきましたで手元にまあ松本さんの上に載ってる写真はありますとでこれをもとにどういうストーリーを作り上げようかってなった上で、まあ、おそらく本誌に載ってるような仕上がりになったんじゃないかと推察されるんですよねはいだから 真実においては飲み会あったのも本当だし女性も来たから本当だろうと。でで写真もあるからまあ文春さんのロジックに乗っけてまあ一丁乗ったらみたいな感じに私にはちょっと見えましたね。はい。というところでございますと。はい。でさらにこれを踏まえた上でもう一回フライデーの記事で何を書いてあったかを見てその上で、えー、っセンス氏があのー まあ紹介されたの文章ですね。あれを見ていくともっとよくわかるんでちょっともう一回見ていきましょう。はい、というわけでこちらがねフライデーさんのスクープの記事ですけどもね写真がまあここにあって、えー、と本紙の方に見に行くと、まあ、上松本さんのね、まあ、上に乗っかっているような写真がありますという感じなんですけどね。で、えー、っと、 はい、でここで参加した英子さんが語るということでこれが、えー、とクロスバー直撃の渡辺センスさんの、まあ、友人だったっていうところですよね当時ね。で、まあ、やっぱりその芸人から誘われたということですね。 で、ある日彼から「明日めっちゃ VIP が来るから女の子を用意できると連絡が来た」と「で、もしやるってなったら必ずできる子を呼んでほしい」とも言われてましたとで、私は VIP が誰なのか気になったこともあり友人の一人にその条件を伝えた上で当日は2人で飲み会に参加したんですというところですね。 だからここを読むとやっぱりそのやり目的で、まあ、それを含めた上で呼ばれてるっていうような記述になってますね。ここを完全に否定してる感じですけどね。はい、で渡辺氏は英子さんが何度訪ねても決して松本だと名前を明かさず終始ビープという姿勢を貫いたと。で、えー、と当日梅場近辺で合流した英子さんはこの3人で飲んだ後とってあるんですけどこれがまあないって言ってましたね。はいで で、じゃあ行こうかと渡辺に先導される形でリツカールトン大阪へ向かったと。で、えっ、ー、と、いうことですので、冒頭の証言はあってあるんですけど、はい、ここですね、ホテルの部屋に入る前、素直に喜ぶのはいいけど、名前を叫んだりはしないでほしいとの忠告を受けましたですね。まあ、これについては、まあ否定も肯定もしてなかったですけど、まあ、言い出したらきりがないっていうのは、これも入るかもしれないですけどね。はい、ということで、まあ、これをね、やっぱり冒頭に変えて、 書いてあるのはまあある種、何て言うんでしょうね、今までいろいろ暴露されてるというか、文春さんがつ,ついてるやつの中に、まあ、松本さんっていうのが、もうこうね、何て言うんだろう、こう初,初見でね、松本さんと知らずに、まあ、会って、あ松本さんだ、キャーってなるのが好きだみたいな記述があるから、まあ、それに乗っける形で、まあまあ、書いてあるように見えますよね。はいそういう視点で見るとね、これが嘘だとするとですけど。はいで はいでまあ、飲み会があって23時間ほどやった後にまあ、気に入った人は誰かっていうことでタムケンって言ったんだけど松本さんにされたという形ですね。はいでここについてあまり突っ込んでませんでしたがまあ、とにかく松本さんが、まあ、B 子さんを選んだというところですかね。はい、でえっ、ー、ということですね。はいで えっとでまあただ友人もそういうことあるかもなっていは事前に理解していたので嫌がる感じはなかったですと言っていてですると残りのメンバーと私は「俺たちは部屋を出ようか」と話して部屋を出て解散と。でホテルの外まで出たところでタクシーを拾った時タムケンさんが3,000出してきて、まあ、こうまあんだろうなはい。 でこちらは断るとタクシーの運転に,強引に手渡してましたということで私は友人が心配だったので残りますと伝えたんですが一旦帰りと最後はタクシーに帰らされましたと。でえー、っということなんですけどそもそもえー、っとこの A 子さんが結局行ったのはセンス氏のお家だったとっいうところなんですけどねはい。まあ、いずれにしてもみんなが帰らされたっていうのはまあほんまあまあ両者意見一致ってとこですけどね。はいで えとそしてただこの日の飲み会はまだ終わりじゃなかったっていうところで解散から1時間後えっ、ー、と A 子さんのもとに一本の電話がかかってきたとで、えー、と私は友人へ解散後に大丈夫の LINE を送っていたけれども既読にならなかったとで電話かかってきたらまあ結局松本さんだったとでリツカールと戻ってくるように言われたとでで えと入手した写真は電話の後に酒に酔った状態で栄子さんだと戯れる松本の姿であると。で松本はこの時栄子さんたちに向かって「俺は上に乗ってもらうのが好きなんや」と話していたというまあまあそんなことですね。 はい、でまあ、まとめとしてこの飲み会事前に後輩の渡辺から女性にもしやるってなったら必ずできる子を呼んでほしいとい依頼があった点で一例の「週刊文春」の報道とは異なるケースであるっていうふうに言ってるんですけどこれ自身をえー、っとですね渡辺さんは否定しているという感じですね。まあ、とにかく女性を上納させていたこと等々ですね。 を、まあ、ここで印象づけてでそして結婚してるにもかかわらずランチ期下げに興じていたことは変わらないって感じでまあ、これはまあそ,その通りだと思います。<laughs> はい。でまあ、この内容についてまあ、渡辺先生さんがひ否定っていうのかな、否定されていてはい。 でこちらはね渡辺さんのチャンネルの方から、まあ、ご紹介させていただきましたけど、まあ、これを否定したいんでね、まあ、多分拡散させたいってのもあると思うんでちょっと紹介をさせていただきますがこれが飲み会が2018年の10月13日なんですけどその結構前ですよねに、まあ、13日の土曜って大阪にいないってことで行く予定なかったけど見つかりましたっていうことで「飲み会ですか?」っていうことで、まあ、このやり取りでふだ、まあ、からまあこういったお誘いがある関係性で ああるるっってていうのはまあ、伺えるって感じでもう飲み会ですかって聞いてるから、まあ、なんか誰か先輩芸人が来た時にまあ一緒に飲まないかっていうのはいや、まあ、これをまあ普段からよくやってたっていうのはここから推察されますよね。はいでえー、っとそれででさらにこれは10月の9日ですねちょっと前にまあえー、っとまあ土曜日のね、まあ、その当日の時間とかまあ場所 ですね梅田らへんかなっていうところでまそ、あ、らく決まってるんだと思うんですけど梅田らへんかなっていう感じでえー、っとこれがさらに続くんだっけなえー、っとその辺わかりましたみたいな感じでえー、っとその辺にいます頼むという感じになりましたとはいでこれさらにえっとえー、っと飲み会前日ですねえー、っと友達来れたりしないよねっていうことを言って でまあ、聞いてみます。という感じで、まあ無理しなくてもいいよっていう感じですかね。いい子いればってことででえっ、ー、とでいい子探します。で、誰の飲み会なんですか？っていうことをまあ、聞いてるんですよね？で、これは line で答えることなく、これは音声で話しているんで、多分はこれあの？ まあおそらくですけど松本さんとは言わなかったんじゃないですかね。まあ文春の方の記事とも照らし合わせたりいろいろすると基本的にやっぱり言わないように紹介するみたいなくだりなんであるいはんこの電話で言ったかもしれないんですが、まあ、いずれにしてもですねまあここでいろいろ話を、まあ、4分ほどしましたという感じですね。はい。でそれ終わった後にもまたラインをしてるから。 なんか、きれいめな服装の方がいいですね、バラバラってあるから、まあ、なんか、ここで聞いた人が、よっぽど、まあ、ビッグな、ビップやで、みたいな感じのことを、多分言ってんじゃないかなと思うんですよね。まあ、その、それがないとね、まあ、こういった、まあ、話にはならないと思うんで、ということで、まあ、とにかく誘われていったと。だから、まあ、ビップ来るよって言われたら、まあ、友達誘うときにも、なんか、そうらしいよって話を聞き言って、多分呼んできますよね。はい。 とというところですね、はいで。翌日一緒に行くかっていう連絡があって、えー、とこれが13日当日ですねで一緒に行くかっていうことで、まあ、待っててねという感じの下りが続いて、えー、とでイベントが押しててまだかかりそうですっていうことで、まあ、ちょっと待ってますっていう下りですね。 はいでここでようやくリッツ・カールトンが出てくるんですけどだからまあ一緒に合流していこうと思ってたんだけれども多分時間があまりないからじゃあ現地で合流しましょうってことでまあなんかもうそもそもホテルのみっていうのがまあこれを見る限り決まっていてですねうーんっていう感じのとこありますが、まあ、いずれにしてもそこで集合でえー、っとまあそこで合流するっていう感じですよね。はいで はいで飲み会終わってまあ帰らされるというかみんな帰ったんでしょうねでここのなんか音声通話っていうところがあってこれが12時過ぎかなっていうところなんで、まあ、ここで電話して一緒になんか帰ったんだみたいなことを、まあ、お家の方にね連れてったってことでこのまあ英子さんっていう方が他府県済みでまああのだからなんて言うんですかねそもそも <laughs> まあ帰れないみたいなことをおっしゃっていてだからえー、っと えっとまあ A 子さんが松本さんと一緒にのとこに泊まってたらそっちでそうじゃなかったからまあセンスさんのとこに泊まってまあどっちにしても泊まれるっていう何だろうな <laughs> ちょっとよくわかんないこの関係性がちょっとよく意,意味不明ではありますがまあご自宅に連れて帰ったという感じですねはい。で、 えっていうことですと。だから、えっ、ー、と、センス氏曰くですけど、これ、どうやって松本さんとこ帰るのと、自宅じゃなくて、俺ん家にいたよっていうことを言ってるんですよね。はい。ということで、こんなことわざわざ言いたくなかったでしょうけど、まあ、あいつら嘘ついて、ついて、つきやがってってことなんでしょうね。で、そして、翌、明日翌日のヒールスですです,です、ですかね。はい。 で、だからお二人で帰った後に多分センスさんは、まあ、仕事かなんかで、まあ、先に出てて残っててまあね午後2時ですからねまあ寝すぎてごめんねみたいなところでまあ,あの頑張ってということで、まあ、好きにシャワーでも何でも使ってで、まあ、帰ったよありがとうまた遊ぼうねみたいなまあ感じになったというところですね。 はい、というわけでちょっとまた時系列のとこ戻ってきましたけどもだからまあセンスさんのまあ言う通りだとするとまあ普通になんかまあ普段からまあ有名人っていうんですかね先輩等々が来た時にまあ A 子さんを誘ってよく飲みに連れて行ったっていうことですよね。でまあそう <laughs> それでまあ その際にまあ友達も誘ってきてねっつってそのやれるの込みでみたいな感じでは当然言ってませんということで一応連れてってはいるんですよね。ただまあ何て言うんだろうなその <laughs> 集合場所がいきなりホテルになりましたっつって「はいはい OK」みたいな感じになってさーっと行くとかですねなんかこういちいち言葉にはしてないけどまあそれ含みでなんかこう分かってるよね感っていうんですかね。 だから、あえて言葉にはしてないだけのようにしかちょっと見えないと申し訳ない。申し訳ない。申し訳,申し訳ないんですけど、わかんないし、でも本人としてはもうそういうつもりで連れてってなくて、普通に楽しい飲み会に行って、有名人だからホテルの個室で会って、で、そこに女性2人を連れてって、で、B 子さんだけ残して帰って、で、<laughs> で、まあ、本人はなかったで電話で連絡取ってで結局 A 子さんと2人で帰ったと。でその後と A 子さんが呼ばれるなんて無理だろうみたいな主張なんですよね。はいま1、あ、個なんかえー、っとであの写真は本当に意味が分かんないって言ってたんでまあえー、っとどうなんですかねみんなで飲んでる時にそのセンスさんがトイレかなんか行ってる時に A 子さんが乗ってるところを写真をね B 子さんが撮るとかあるいはえー、っとですねなんかね LINE で電話して合流するんですけどそれまでのそれまでのタイムラグがあるじゃないですかだからどうなんですかね一旦みんなで出て帰るみたいな時に、えっと センスさんと合流する前に一旦松本さんとこ戻ってあの写真撮ってでその後センスさんと合流するだったら実家時系列的にありうるのかなっていうとこですかね。ですかね。まあなんかそういうでも面倒くさいことをいろいろするっていうところを考えるとそのタムケンさんとかにはどういう関係性であるかっていうことは言っ ってないんでじゃあちょっとその辺もちょっと微妙なとこありますしそもそもそんな昔のことをね細かく覚えてるわけもないのでそうまあそれは英子さんもしっかりだと思うんですけど、まあ、いずれにしてもそのまあいろいろ細かいとこはいろいろあるんですけどあの決定的なねあの写真がどうやって撮られたかっつうのが、まあ、結局よく分からんよねっていうのは結構最大の闇のような気がするんですよね。<laughs> あれはちょっと何なん,なんですかね。だからその、まあ 本当にね、なんかいやでもなんか寝転がってて上に乗っかってたじゃないですかであれって仮にトイレ行ってても戻ってきたらなんとなくそういう感じの雰囲気でそういうのを写真撮ってたっていうのはまあわかるじゃないですかでもなんかもうそういうのじゃないんだよみたいなことをずっとおっしゃっていてそれは田村健治さんもそうなんですよねだから普通になんかやりやりやるのが目的ではなくて楽しく飲めればいいと思ってまあ来ましたと。 いうことででそれは女性がいた方が楽しいからっていうところで、まあ、最近はねその連れていくことそのものもそういう形でね、まあ、それを女性としてものもの女性ものとして見てるんじゃないかっていうもありますがまあ彼らとしてはまそういうことではなくて。 本心としてねまあ普通にあの楽しめればいいと思ってで女性の方もそりゃ有名人に会えたら楽しいでしょっていうところで連れていきで両者合意のもとでまあそういう行為に至るのはいいんじゃないかっていうまあそういう認識だというところでしょうねまあそれは自分たちの認識としては上納だと思ってないしみたいなところなんですけどねはいというところでまあい,いずれにしてもですねなんて言うんだろうなちょっと英子さんとの関係性がよく分かんなくて なんか自分のまあそういう関係性ねまああの彼女じゃなくてもいいんですけどその日自分のとこに泊まるっていうのが決まってるとしたら多分その飲み会に行っててこの子はっていう話をしてたとしたら。 あのなんて言うんですかねラインで電話して合流するんじゃなくて帰るときに解散するときあじゃあこう英子と私俺帰りますって感じで帰ると思うんですよねその辺はなんかじゃあその松本さんが英子さんが気に入ってたらどうしてたんでしょうねっていうのがちょっと結構気になるポイントかなとは思いましたがまあいずれにしてもですねえっ、ー、と文春さんが作り上げたストーリーにあの フラッシュさんフラッシシュュささんんフフララじゃないフライデーさんが乗っかって話を膨らましたりこう多分いろいろ何て言うんだろうな多分創作と思われる部分もいくつかあ,あるんじゃないかなっていうのが私の感想ですけどとはいえこの飲み会が健全な一般的なこう飲み会かって言われちゃうとその,その渡辺さんの話を聞いてもあそうは思わなかったかなっていうか情能という言い方を置いといたとしてもその。 やっぱりそれなりの関係性の女の子を連れてった時にじゃあ A 子さんをれ松本さん気になりましたってなった時にどうしたんでしょうねっていうのが一番気になるところでだってわざわざ LINE で,で電話して合流ってどういうこととか思うんですけどねはい <laughs> というのがちょっと気になったところではありますというところですかね、まあ、いずれにしてもそういう形でやっぱり世の中を誘導するようにまあこう今 なんかこう、いかにやっぱりこう衝撃的にしていくかっていうのが週刊誌がよくやることなのでそれはウランがためにそうしてるんであってだからそこにまああんまり載せられるのもよろしくないんだろうなっていうふうに思ったのと、まあ、それからその中で何があの 大事なのかなっていうのをそれぞれが見抜く必要があるんでしょうけどまあでも世論はその見出しで動くみたいなところがあるんでねその辺についてはまあ要注意で何が一番ポイントなのかっていうのはやっぱり押さえていかなきゃいけないっていうのね次回を含めてお話をさせていただきました以上ですご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もよろしくね